Ladies and gentlemen 発音下手お前ら、最後のセッションやな、これ大丈夫？いや大丈夫じゃなさそうだお前ら大丈夫？今日はね、まあ、最後のセッションってことで、まあ、とあるビッグネームを、まあ、日本は京都から、まあ、呼んでおります。おもうほんまに俺さっきちょっと話したけどマジですごい人だから何これそういうことで、まあ、早速本日はお呼びいたしましょう。 Welcome to the Beatles。Thank you.
ションです。こんにちは。ビートルズ、USB さんに入ったっていうのはその2個上の、まあ、とある先輩に、ビートルズのコピーをやってる先輩がいて、あ、ここならビートルズできるよって言われて、また倒されたわけじゃない、やろうと思ってできたの。で、一件ばっかも買って、今もこんなってるけど、23万8千円して、今も月5000円払って。で、気づいたら FS 入って、2ヶ月したら、女性用の下着を、顔面からかぶり、さらにその2ヶ月後のちょうど2年前の今日ぐらいかなに生まれたままの姿でライブして、ね、昨日も編成長のまああんな感じでやってて、まあできねえだろうなと思ってて、一瞬ちょっと匂わしたんで、ビートルズやりたいなんで、まあなんかメンバー見つかんねえだろうなと思ってた空気がなんか。俺がビートルズ好きなのはめっちゃ好きでし、二人で酒飲みながら YouTube でビートルズのライブ見たりして、どうしてもやろうって吹雪が言ってくれたから、もうちゃんとすぐ水があって、おぎる親父が好きだからってスキルでやってくれたけど、練習ずっとなんかブータレ出るし、吹雪がわざわざ名古屋の実家から持ってきたバイオリンベースになんかブー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 言って自分で改造するし、なんかもうちゃんに当たり強いし、この4人でビートルズ本当良かったなって思います。すいません、セッション最後なんでとっておきの曲あります。まあ時間っていうのはね、流れるもんで、どうあがいたって3ヶ月後に俺らに言ったり、じゃあ俺らどうしたらいいんかってなったから、まあ、そのままの姿で、あるがままに、なすがままに、レッドビーって曲あります。